とことん屋に込む、どうも、ナオチンです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。フルメタルアーマーは強いんでしょうかという質問ですね。ありがとうございます。フルメタルアーマー、無難に強いです。まず、攻撃力上がりますし、ダメージ軽減もついてる。さらには 30% のダメージ無効もついてて、結構使いやすいです。今日はこれを使っていきますね。黄金でヘルスシナジー3がついてまして、下にもタンブルビーがついてます。羽専用に作ってますね。まあ、これで怒りを久しぶりに使ってみようと思います。それではデイリーさんのクリーパーの森行きますね。モブ速度が 50% 増加して、遠隔モブ 100% がゾンビ、あ、遠隔モブがもういなくなるってことね。で、衝撃波を持ってる。いいんじゃない？ちょっと待って。霊気はものすごく戦いにくいのよ。特にこの怒りは。うん、霊気にものすごく弱いんで。ここは早めに抜けていきたいところで、羽ぴょんするのでショート棒系はまあまあ必須ですよね。うんで、ウィザーのように攻撃して HP 回復はしないんだけども、ヘルスシナジーがついてるので、1回攻撃じゃないや、羽でぴょんぴょんするごとに HP がゴリッと回復します。なのでものすごく安定しますね。うん、あぶね、あぶね。この装備の、まあ、弱点は、まあ、回復力だよね。うん、回復力が、そこまでないっていうこと。まあ、防御力は強いけどね、防御力は高いけども回復力がないので、そこをカバーしてあげればまあ問題ないと思います。まあカバーするのは、うん、ヘルスシナジーが一番やりやすいかな。多いないんかい、ないか。まあとりあえず先まで行ってみましょう。できれば旗は6個取りたいね。よし、どうだ。あんまり広くないな。でも2体ぐらいはいてくれるか。3体いてくれれば嬉しいけど。で、羽ぴょんの時はね、は、矢が結構不足しがちなので、それは多めに確保できればいいですかね。 OK。 これ HP がね結構ギリになっても、ぴょんぴょんして後ろに下がりながら回復できるので、そこは強いですよね。うん、でプラスで、ダイナモがついてるので、 OK、 それでダメージも稼げる。よっしゃ、 OK、 いいんじゃない。最初から結構キャプテンがいてくれてありがたい。よし、なんだ、プレイヤー HP が 60% 減少して、あとは脅威が2か。ほっほー、なかなかのやつがつきましたね。HP60% 減少は結構痛いぞ。でも、行ってみましょう。こう、ピンチになったら後ろに下がる。ぴょんぴょんしながら。そうするとすぐに HP マックスになるので、大丈夫だね。こっちもないか。あー！トゲー！キャプテンもういないか？もしや。怪しいな。できればもうちょっといてほしいとこだけども、ちょっと怪しい感じ。てか矢があんまねえな。ちょっと矢を補給したい。でもソウルも溜まってないしね。もう敵から出てくるのを待ちましょうか。うわー、今回さ本当にね、この霊気が多い。霊気は戦いにくいキャラクター、極力ね出てほしくない。 OK、 まあまあまあいいんじゃない。いやー出ないなー。箱あるっけ。
先、あるね、箱あるね。でも一つだけか。あ、でも200本あればまあまあまあいいでしょう。 OK。 どこエンダーマン、そこか。じゃあ終わったんじゃない。矢出た、矢は出てない。 OK、 まあまあまあそのまま進みます。おお、でもうここか。これはもういないな。あ、いや一番最後にいるか、可能性としては。ああ、 HP が 60% 減ってるの忘れてる。 60% 減ってるんで、まあまあまあ、2発もらえば大体終わるっていうところですね。なのでしっかりとポーションバリア入れて叩いていきましょう。矢があった、ナイス。 OK。とあと愛のスペル棒ね、いいね、やっぱり愛のスペル棒で。あぶね、結構敵が味方同士攻撃し合ってくれるんでありがたい。高難易度にはね本当に役に立つエンチャントだよね。 OK。 あっ、ぶね、めちゃくちゃ減る、死ぬほど減る。でもやっぱこのねタンブルビーとかの相性が最高です。タンブルビーがいい感じに。うわっ、何ここ、あぶねえ、タンクになってくれるからいいよね。いないか、うん、もういないかもな。まあ、とりあえず先に進みましょう。ひでえ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 、これはひどい。よし、 OK。 とりあえずポーションバリア切らさなければいけるでしょ。やばい、もうこれ先行ったら終わりじゃん。あ、 OK、 下の方とかにいる可能性はある。あぶねえ、いる、ナイス。ちょっと待って、よし、 OK、 ナイス、いいよ。んで、クリーパーに置き換わるか。あ、まあもともとクリーパー多めだからそんなに変化は感じないと思う。え、もうないか。できればあと2つ全部取りたいところ。どうだ、いないか。よし、いいね、うん、快適。いないか、うん、どうももういないっぽいですね。OK。 じゃあ最後安全に行きましょう、ガシガシとね。よし、はい、ではクリアですね。はい、それでは戻ってきました、今日はフルメタルアーマーですね、エンチャントによってはものすごく強くなるのでおすすめです。うん、おすすめのエンチャントはヘルスシナジーとタンブルビーですね。うん、とあとはポーションバリアとクールダウンか、もう4つ決まってる感じかな。うん、それをつけるとかなり使いやすくなりますのでぜひやってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。